今回は、賀谷啓治さんの、億万長者への道は経済学に書いてあるという本を読んだので紹介させていただきます。はじめに、偉大な経営学者ケインズは株式投資で数十億円を設けた。助章経済学は儲けの学問だ。経済学を学べば株価を予想できる。これから株が上がりますというサイン。日本経済は10ヶ月で上下変動する。 トランプ相場は100%勝てるゲームだった為替トレーダー必見為替は物価で決まる人手不足になると経済はどうなる第1章経済を知るにはまず GDP から経済学の基本1消費と投資の違いに注目儲かるポイント1設備への投資が増えると株価は上昇 経済学の基本2貯蓄と投資は一致する儲かるポイント2米国と日本における貯蓄率と株価の関係経済学の基本3株価を動かす GDP の3要素とは儲かるポイント3賢い投資家は機械受注統計に注目する経済学の基本4家計から出たお金は形を変えて戻ってくる 儲かるポイント4分配次第で株価が上がる業種は変わる経済学の基本5純輸出の分だけ GDP はプラスになる儲かるポイント5トヨタとホンダでは儲け方が違う経済学の基本6財政赤字の場合貯蓄は借金返済に回る儲かるポイント 6IS バランスの変化が相場の 転換点となる第2章「金利が分かれば経済が読める」経済学の基本7「経済・景気が拡大すると貨幣の需要が増える」儲かるポイント7「基幹投資家が好む債券投資に注目」経済学の基本8「金利が低下すると GDP は増加する」儲かるポイント8「実質金利と名目金利」 重要なのは経済学の基本7貨幣市場では金利上昇で GDP が増加儲かるポイント7流動性の罠は投資の大チャンスだった経済学の基本10財政出動のメリットと思わぬデメリット儲かるポイント10いよいよ金利が上昇する局面が訪れる経済学の基本11 財政出動と金融政策効果が大きいのは儲かるポイント11電子マネーの普及は景気にプラスか経済学の基本12貿易があると財政出動の効果は弱まる儲かるポイント12巨大な島国になる米国への正しい投資法3章物価で決まる儲けのチャンス 経済学の基本13物価が下がると GDP は増加する儲かるポイント13大幅値下げでスーパーは絶好調一方経済学の基本14物価が上がると雇用が増えるからくり儲かるポイント14インフレに強い銘柄で儲ける方法経済学の基本15物価は貨幣の量で決まる 儲かるポイント15量的緩和に真っ先に為替が反応した4章海外投資で稼ぐための貿易についての基礎知識経済学の基本16比較優位輸入した方が儲かるもの儲かるポイント 16TPP で日経平均株価は2割上昇経済学の基本17 経常収収と金融収支は一致かるモーカルポイント17トランプの敵,敵,敵対的な中通商政策の影響経済学の基本18知っているようで知らない一物一家の原則モーかるポイント18高金利の外債投資はお勧めか経済学の基本19経済成長は金人テクノロジー 儲かるポイント 19AI 社会の到来で株価が上がるか終わりに経済学の知識があれば未来を予測できる。はい、以上になりますのでよかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。